お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍において、特に日露戦争を経てから、軍馬に代わる新たな輸送機関として着目された、軍用トラックの導入と運用に至る帝国陸軍の悪戦苦闘を解説するぜ。日本軍って、トラック持ってたんだね。太平洋戦争のインパール作戦など、日本軍の機械化の進捗の遅れが目立つ事例が多く、そんなイメージもあるのが事実だが、世界の潮流に遅れまいと、日本軍も試行錯誤して機械化部隊の整備を進めていたんだ。早速、帝国陸軍の軍用トラックの解説を始めたいと思う。帝国陸軍において、軍馬に代わる新しい輸送機関の必要性が痛感されたのが日露戦争だった。帝政ロシアを相手にする激戦が続く中、帝国陸軍は主に馬と人によって食料、弾薬、さらには火砲を輸送していたので、帝国陸軍における輸送手段の非効率さは、外国からの感染武漢にまで、その非効率さを指摘されるほどのレベルだったんだ。生き物だと管理も大変だしね。そこで、日露戦争終了後、帝国陸軍は本腰を入れて、軍馬に代わる新たな輸送機関、軍用トラックの研究に着手する。明治40年、陸軍次官は軍用の輸送機関に関し、軍用に興し得るか否か、とのテーマで、研究開始命令を、技術審査部に発し、正式に軍用トラックの研究が始まる。陸軍次官の命令を受けた技術審査部は、まず研究のために、自動車工業が日本よりはるかに進んでいたヨーロッパのフランスより、トラックを購入した。まずは完成品を調べないとな。フランスから購入したトラックの走行試験などを行った技術審査部は、帝国陸軍が使用する軍用トラックとして要求される諸条件を検討の上、要件を確定した。具体的には、全備重量4トン、積載量1トン半以上、馬力30馬力以上、最高時速 16km 以上だ。この要件に基づき、技術審査部は大阪砲兵工廠に軍用トラックの製造を発注する。大阪砲兵工廠。軍が自前で持っていた兵器工場だ。まだまだ工業後進国だった日本で、官営の砲兵工廠は、技術力の高さや設備の充実さで軍用トラックの製造に頼ると考えられたのかもね。大阪砲兵工廠は期待に応え、国産の軍用トラックの1号車と2号車を製造した。これら軍用トラックは光合自動化車、と名付けられた。この光合自動化車は、走行試験などのデータをもとに改良を重ねられ、乙号、併合と進化を遂げていくことになる。帝国陸軍が試行錯誤して作った軍用トラックは、第一次世界大戦の参戦に伴い、ドイツの青島海軍基地を攻撃する際に、食料や弾薬の輸送で活躍し、日本軍の機械化の講師となった。さて、帝国陸軍は自前の工場で軍用トラックの製造研究に着手できたものの、軍だけでトラックを製造していたのでは、研究も基地として進まず、また、周辺産業も育たないことは明白だったので、帝国陸軍としては、民間を巻き込んで、自動車産業を盛り上げる必要に駆られた。役所だけで作ってたらべらぼうに高額な車しかできないもんな。そこで、陸軍省には軍用自動車調査委員会が設置されるとともに、日本の軍用トラック発展にとって重要な法律となる。軍用自動車補助法が成立することになる。どんな法律なの？すごいシンプルに言うと、自動車を作ってくれた民間企業に補助金を出すよ、という法律だ。当時の日本には、自動車製造の基盤となる各種工業技術がまだまだ発達しておらず、民間に莫大な需要があるというわけでもなかったので、自動車の製造、所有、管理をしたいと考える企業にとっては、リスクどころか無謀な事業でしかなかった。そこで、国家が補助金を出し、自動車製造、所有、管理業のリスクを軽減して、国内企業による自動車の製造を促そうという法律だった。今も昔も産業振興の方法はそれほど変わらんのだな。この補助金を受領するには、陸軍の検定に合格する必要があったので、軍用自動車補助法の適用を受けた自動車は、軍用保護自動車と称された。いかつい車だ。軍用自動車補助法の検定に合格した企業で、まず特筆すべきは、東京ガス電気工業だろう。
第1号の軍用保護自動車を作った会社だ。ガス会社。後年東京ガスになる東京ガス会社の機械部門が独立した機械製造の会社なんだ。さらに、改新車がこれに続くことになる。改新車は日産自動車の前身であると同時に五十鈴自動車の前身でもある。技術者の橋本増次郎が創設者だ。まあ結果からすると、軍用自動車補助法は、帝国陸軍の狙い通りに走行したとは言い難い面もあるんだが、日本の自動車産業が起こり始める起点になったとは言える。帝国陸軍は軍の機械化を一応は認識していて、それには民間での自動車生産の振興が必要不可欠という適切な考えを持っていた。そこで軍用自動車補助法の制定で民間企業が自動車をバシバシ生産するよう仕向けようとしたが、これがなかなか当たらなかったところ、ある大災害が東京に発生した。大災害。大正12年に発生した、関東大震災だ。関東大震災によって、交通網の中でも著しい被害を受けたのが、鉄道だ。市民の足であり、貨物輸送の主役だった鉄道網が関東大震災で寸断されたことにより、急いで新しい輸送手段を整える必要が生じたんだ。復興の物資も全国から届くしね。被害の大きかった東京は特に動きが早く、東京市議会は、甚大な被害を受けた鉄道網を代替させるため、アメリカ合衆国のフォード自動車から車部品を大量に発注し、これによって東京市営バスの基盤が整うことになる。また、日本政府も直令を出し、自動車と部品の輸入税を軽減する措置を取り、自動車の輸入が激増することになる。なんで輸入に頼ったの？日本ではまだ自動車産業が国内需要を満たすほど発展してなかったから、輸入が手っ取り早かったんだ。今とは大違いだね。さらに、当時は自動車産業の国際的な優だったフォードや GM は、日本に自動車生産の工場を新設し、日本国内での生産にも乗り出した。日本市場を制覇する勢いだな。これに危機感を抱いた役所があった。陸軍かな？いや、危機感は陸軍も共有していたが、先に動いたのは商工省だった。商工省って、すごくざっくり言うと今でいう経済産業省だ。商工省は国内の自動車市場がアメリカ合衆国のメーカーに席巻されている状況を危惧し、国内の自動車産業を盛り上げるため、ある施策を繰り出す。補助金か。違う、その名は、商工省標準形式自動車の開発だ。役所が自動車作るの？いや、商工省が主導して、国産の優秀な自動車を、複数のメーカーを巻き込んで設計させて作らせるという一大プロジェクトだ。具体的には、交通バスの運用で経験を積んでいた鉄道省、軍用自動車で経験を積んでいた三大国内メーカーの石川島自動車製作所、東京ガス電気工業、ダット自動車製造の三社が設計開発を担当した。すごいプロジェクトだけど成功したの？設計し実際に開発するところまではうまくいった。しかし、量産して日本国中に商工省標準形式自動車を走らせるという商工省の夢は叶わなかった。成功しなかった要因はいくつかあるんだが、大きな要因としては、海外で起きた大事件のせいで、商工省標準形式自動車の生産はもろに悪影響を受けてしまったんだ。海外の大事件が国内の自動車生産にどう影響するの？大事件って何？満州事変が勃発したんだ。満州事変の勃発で、満州中で日本軍と張学良軍との衝突が起き、軍用自動車の需要が激増したんだ。これにより、そもそも民需要だった商工省標準形式自動車は、せっかく開発したのに生産が停滞してしまったんだ。まあ軍需の方が儲かるし発注が現実にある以上確実だわな。帝国陸軍では初となる機械化部隊、独立混成第1旅団が編成され、この独立混成第1旅団には車両が700台以上投入されることになったので、軍部からの大量発注で、民間の三大国内メーカーは大忙しだった。ちなみに、この独立混成第一旅団は小型の機甲師団とも称される画期的な部隊だったが、主に関東軍に配属され、後年には戦車第一師団に改組される。しかも、帝国陸軍は当時、現場で使う軍用トラックを四輪車から六輪車にシフトさせていたため、
ますます四輪車主体の商工商標準形式自動車からは遠ざかるという悪循環だった。なんで帝国陸軍は軍用トラックを四輪車から六輪車にシフトしたの？六輪車は性能が違うんだ。悪路でも踏破する実力を有する六輪車は主に大陸の戦場での使用が想定される陸軍にとってはいい代物だったんだ。さて、帝国陸軍は満州事変で初めて本格的に軍用車両を大量運用したわけだが、国産だけでは全然車両数が足りなかったので、アメリカ合衆国から輸入した車両も投入した。そして、国産の車両とアメリカ産の車両が両方戦場に投入された結果、その性能の違いが明らかとなった。どっちが優秀だったの？アメリカ産だった。当時の日本の工業技術ではやむを得ない結果だったかもしれないが、国産トラックは故障も多く走破性もやや心もとないという状況だった。この満州事変での経験をきっかけに、帝国陸軍では軍用トラックをどのように整備し運用するか、その方針をめぐって苦悩し始めることになる。以上の通り帝国陸軍の軍用トラックの解説をしてきたが、戦車や装甲車両などの機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、興味のある方は、概要欄にリンクを貼っておくのでよければご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録よろしくお願いします。